あれ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 、もしかして、もしかして、そのまさかの、もしかしてのまさかの、もしかしてのまさかかもしれない。やっぱりフェスだ。フェスだ、来ましたね。フェスがやってまいりましたね。今回のお題、いただいちゃいましょう。なんか俺が言ってるのおかしいな。さあ、万太郎よろしく。今回のメスのお題は、実在するのは、メッシー、宇宙人、ヤサオ、ヤサオ雪男や。ヤサオじゃない雪男や。はい、ということで、今回のフェスの、スプラトゥーンゲーム内ではね、まだね、言われてなかったフェスの情報なんですけども、ついに出てきました。4月1日の9時から、はい、皆さんやると思いますが、どのチームにするか決めましたか？はい、ということで、まあ、ネッシーか宇宙人か雪男かというね、バトルなんですけども、ちょっとね、俺はね、今回はね、もう決めました。もう決めたので、投票していこうかなと思うんですけども、万太郎が雪男を見たことあるらしい。でもなんか俺、ヒレオさん曰く、ヒレオさんも雪男見たことあるんだって。でも、実はそれはうなちゃんだったらしいんだ。だから、俺が雪男だった説がある。だから万太郎が見たら雪男じゃないんだよ、俺なんだよ。実はね。おい、ケムクジャラとか言うなよ、俺のこと。やめろよ。みんな多分見たことがあると言い張っているのですが。まあ、僕もね、実際にね、ネッシーを見ました。はい。ネッシーを。ネッシーを見たので、投票していきたいと思うんですけども。ちょっと待って、俺がいる今、いる場所、ハイガラシティなんだけど、初めてここで、フェスできるの？投票する場所ないんだけど。おい、ちょっと、これ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 だ。ここから投票できるよ、みんな。見て。見て。ここからできる。俺はもう投票するんだ、今回は。今回、ネッシーにする。投票します。ネッシー。はい、ということで、ネッシーに投票しちゃいました。ちゃんとね、ちゃんと投票したのでね、許してください。僕も逃げられないのでね、ネッシー派になりました。でね、ちょっと気になることが2個あるんですけど、まずね、ハイガラシティなので、新しい、まあ、このステージでフェスができるということで、ちょっとまあ、楽しい、気になりますよね、まず。ここでみんなでワイワイできるのは気になるのと、あとね、今さっきね、いたんですよ。どこだ？待って、いなくなっちゃった。今さっきまでいたのにな。みんななんか書いてくれてるんだけど、ピカチュウじゃないんだよ。ヒレオさんなんでこんなとこいるんですか？ヒレオさん、こんなとこいたんですね。まあ、いなくなっちゃったんですけども、侍ジャパンが、もう野球の侍ジャパンが優勝したということで、とても嬉しい。そして俺は試合ずっと見てたんだけど、鳥肌が立ちました。準決勝、決勝と。まあ、今シーズン、じゃないか、去年のシーズン、ずっと、ダゾーン契約してずっと野球見てたのよ。いろんな野球見てたんだけど、まあね、見てた選手たちがね、日本代表として戦って、すっげえなんか楽しかったし、感動もしたし、他のチームのね、強さも、まあアメリカとかメキシコとか、もちろんイタリアとかも、まあ強さを感じられました。全くスプラトゥーンには関係ないんだけど、とても嬉しいです。マジで関係ない。ヒレオさん、ヒレオさん、こっち向いて。あ、こっち向いた。はい、チーズ。